両チームを通じて三者凡退がないんですよね。まだそれぐらい今日は試合が動いています。打球左中間だ、いい打球が飛んでいる、左中間に向かって入りました。第4号勝ち越し。昨日先制タイムリー、今日は4回の裏勝ち越しのホームランが出ました。片岡気合い十分の表情で帰ってきました。まあね、今ね3人で終わってしまったら、はい、流れがっていう話もありましたが、まあヒットどころかホームランですからね、もう最高の形ですよね。テンション高めです。試合入ってますね。これで4対3になりました。中村自分でベースタッチに行って3アウトになりました。しかし2アウトランナーなしからこの片岡のホームランが出ました。4対3、ライオンズ1点の勝ち越しです。